あと1ヶ月と5日で21世紀が始まります。こんにちは、新一くんが来ましたよ。遊びに来たよ、遊びに来たよ。マスクしてるよ。ね、仲良くしてね。なんかそこら辺どこだっけ、ここね。黒毛和牛、熊本県八代市ふるさと納税の返礼品来ました。はい、A4A5 肉のなんとか、1000円相当の厳選お肉をプレゼントさせていただきます。レビューを書いていてくださった。なるほど、今年の中から書きますよ、抽選だな。毎月15名だから当たるか。よし、感謝だ、感謝。はい、3個冷凍肉 1.5 キロです。ね、牛丼かな。ね、いただきます。いただきます。はい、こんなものを見つけました。あと1ヶ月と5日で21世紀が始まります。こちらでしたらゆっくり止めてみてください。2本の桜の木を植えたそうです。もう20年経ってるんだね。ファミリータウン建設20周年にあたりだって。平成12年20周年もっと経ってると思うんだけどな。何号棟とかあるからか。こんなの初めて見ました。あと1ヶ月で21世紀ってことは1999年ですね、これはね。20年経っても立派に出てますよ、この2本の牙。春にまた桜の花咲かせてくれるでしょうね。はい、みんちゃん、それまでの元気でいようね。はい、行こう。朝のお散歩でございます。今日はかなりゆっくり。僕も6時まで寝てたし、あとみみちゃん起きてきたのも7時半ぐらいでした。ということで、お散歩も今日は1時間遅れですね。もう日がかなり昇ってきて暑いです。今日お客さんが来るかな。みーちゃんも楽しみですね。そう、俺カラビナ使ってロープ使ってぶら下げれるようにしました。これで操作も簡単です。ちょっとしたことですけれどもね、いちいちかポッケから引っ張り出してスイッチ入れてとかいうのがなくなったんで、かなり楽になりました。はい、行きますよ。なんか今日は道草がすごいです。道草っていうかね、もうずっと匂い嗅いで歩ってます。いっぱい気になる匂いがあるんだろうね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お座りは収まってないとしないか。お友達が遊びに来てくれました。なんか見つけたぞ。iPad かなんか見つけたぞ。はい、
こんにちは、こんにちは。新一くんが来ましたよ。遊びに来たよ。遊びに来たよ、マスクしてるよ。リアンちゃんですよ。リアンちゃん？リアン。リアンちゃん。うん、5歳だか6歳だか。ミンちゃんもうすぐ7歳です。年下だね、リアンちゃんのがね。今度ミンちゃんが怖がりだした。え？なんで？どっか行った？なんで怖がってんの、リアンちゃん。自分がお尻噛んでる分には良かったんだけど、かがれたらもう怖くなって。かがれちゃったな。臆病もんだからね。お母さん、はい、見舞い。前俺入院した時もらってるから。はい、ありがとうございます。兄ちゃんビビってます。ビビってんの？うん、ね、仲良くしてね。あんたそこら辺でおしっこするなら、外で今してきたから多分しないと思うけど。みゆちゃんビビってます。ペットシートでしなさいよ。みゆちゃん。山形からエリカちゃん来ました。この時期勝手に乗ってます。スモークされてる。お久しぶりです。エリカちゃん来てます。山形から来ました。みーちゃんやっと安心してます。やっと落ち着きました。ヨンちゃんと仲良くしてよかったのに、怖かったんだ。ララポートのボーノ来ました。エリカちゃんこれあれ仕事集中いいですか？間に合ってるんだって。彼氏募集中じゃないんだって。これからお昼食べます。いかがでしたか？美味しかったです。美味しかったですか？よかったです。お腹空いてないですか？大丈夫。ポッケにピザいっぱい入れて帰りますからね。